ふっふっふ、令和のキル泥棒、大怪盗お姉ちゃん。ここに剣山。また大怪盗になっちゃったの、お姉ちゃん。うむ。令和のキル泥棒、大怪盗お姉ちゃんの華麗なる撃破術、その目に焼き付けるがいいぞ、妹よ。前回のチャーさんの動画パート2に続き、今回も鈍足戦車なんだね、お姉ちゃん。ふっふっふ、令和のキル泥棒、大怪盗お姉ちゃんにとって、乗り物の速度など、さまつな問題なのだよ。大怪盗お姉ちゃん、戦車を選ばずってね。それじゃあ初動は、東の通路に行こうか。どうやらそちらから、キルの匂いがするからな。了解だよお姉ちゃん。そうそう、大事なことを言い忘れていたぞ妹よ。今回も腰つべの機能を使って、動画の再生速度を 1.25 倍か 1.5 倍にするのがおすすめだ。そうすればこのカブトムシ号が、大怪盗お姉ちゃんにふさわしい速さに進化してくれるからな。了解だよお姉ちゃん。さて、そろそろこの大怪盗お姉ちゃんに、キルのプレゼントをくれる子がいるかな。お、早速現れたな。むー、リタイを切られたか。おお、ナイスショットだ自走さん。このままキル圏内まで抽選者を削っちゃってほしいな。こっちには他の敵は来ていないのかな。なら、サクッと突撃して倒しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。さあ、この令和のキル泥棒、大怪盗お姉ちゃんが、1キル目をもらいに参上だぞ。あう、私たちの車線には行ってくるとは、私たちにキル以外取らせないつもりなのか。偶然だよお姉ちゃん。ナイス撃破だ妹よ。これでヨダメ54で1キル、なんか、以前のチャーさんの動画パート2に似ている展開だね。ふっふっふ、令和のキル泥棒、大怪盗お姉ちゃんと言っただろう。さて、北東方面に敵は見えないし、敵からの砲弾も飛んでこないから。きっと北東方向に私たちの獲物はいないな。というわけで、西に向かって進んでいこうか。了解だよお姉ちゃん。お、敵陣に駆逐か。車線が通っていないようだな。残念だねお姉ちゃん。むむ、そのまま倒されちゃったか。となると、狙いは中央部にいる敵だな。お、D29 か。ちょっとヘルスが多いけど、ギリギリ一発圏内か。あわう、外れちゃったよお姉ちゃん。大丈夫だ妹よ。まだ D29 は生きている。これから倒せばいいさ。了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破だ妹よ。ここまでよダメ188で2キルだね。ふっふっふ、令和のキル泥棒、大怪盗お姉ちゃんの実力はこの程度じゃないぞ。お次は左にいる重戦車と駆逐戦車をいただくとしようか。了解だよお姉ちゃん。むう、さすがにあのヘルスは一撃じゃ無理か。あう、私たちの獲物が。ナイス撃破だ妹よ。一発普通に入ったから、ヨダメ702でキル数3だね。うむ。ちょっと惜しかったが、まあいいとしようか。お、あれに見えるは自走さんだな。ナイス撃破だ妹よ。これでヨダメ875でキル数4。順調そのものだな、妹よ。あわう。全然ダメージ出てないよね、お姉ちゃん。ふっふっふ、令和のキル泥棒、大怪盗お姉ちゃんにとっては、大事なのはキル数であり、ヨダメなど関係ないのだよ。さて、それじゃあここで、崖下のクライスラーちゃんから、キルをいただこうか。
妖怪だよ、姉ちゃん。でも、落ちないように気をつけてね。ふっふっふ、その心配は不要だ妹よ。大怪盗と崖、なんとも似合うロケーションじゃないか。ナイス撃破だ妹よ。これでヨダメ1297でキル数5だね。うむ。トップガンまであと1両だな。でもお姉ちゃん、敵がいつの間にか残り2両しかいないよ。むむむ。これは一大事だぞ妹よ。しかも、敵のいる位置が遠いじゃないか。これは、トップガンのピンチだねお姉ちゃん。むむむむむ、妹よ。動画の再生速度を2倍にするんだ。この速度じゃ、味方に獲物を取られちゃうぞ。お姉ちゃんお姉ちゃん。動画の再生速度を上げると、味方の速度も上がっちゃうよ。むむむむむ。いや待て、これは、射撃のチャンスだな。よし、敵の砲塔側面を確認だ。ああ、私たちの獲物が。あわう。間に合わなかったねお姉ちゃん。いや、まだだ。まだ敵は一両いる。この令和のキル泥棒、大怪盗お姉ちゃんの辞書に、不可能という文字はないのだよ。行くんだカブトムシ号、全速前進だ。この大怪盗お姉ちゃんの辞書に、不可能なんて文字を追加させたら、どうなるかわかっているんだろうな。あわう。素晴らしい撃破だ妹よ。ヨダメ1465でキル数6、うん。今日もすごいキル泥棒っぷりだね、お姉ちゃん。ふっふっふ、そうだろうそうだろう、妹よ。というわけで成績発表。ヨダメ1465、キル数6、アシスト614、棒ダメ1350。スコアは1064でチーム内2位。2バッジとトップガンをゲットだね。そして終始は、ちょっと禁断を使っちゃってたけど、さすがはプレミアム戦車とプレアカのコンボ、余裕の黒字だな。ふう、今宵もまた令和のキル泥棒、大怪盗お姉ちゃんは大活躍だったな。でもお姉ちゃん、つまるところ今回も、前回同様ほぼほぼ突撃してただけだよね。な、何のことかな妹よ。というか、このカブトムシさんの速力だと、あわうなのだよ。というわけで、さらばである、はっはっはっは。ご視聴ありがとうございました。